感じがします。すごい楽しそうなイメージです。なんかアットホームな感じで、なんか皆さん同級生も先輩方も見た感じで優しいイメージだなと思いました。みんな明るくて楽しそうな学校やなと思います。まあ医学部が大きいんで、あの真面目な学校かなと思ったら、あのみんな明るそうで楽しみです。頑張り屋さんな人が多いイメージなので、一緒に頑張っていきたい。今日から皆さんも明治大のメンバーです。一緒に頑張りましょう。西部医療センターの大原です。コロナに負けず頑張ろう。明治大弁のマセです。同じく頑張ろう。あ、コウリです。こんにちは。おめでとうございます。交流会の津島と申します。あの交流会でも若い力を求めております。よろしくお願いいたします。新入生の方々 の新しい力を、大学に注入してください。あ、私も何て言うんですか。ご入学おめでとうございます。あの皆さんの今後のご活躍をお祈りしております。ご入学おめでとうございます。名古屋市立大学で楽しい大学生活を送ってください。新入生の皆さん頑張ってください。こんな感じで。教育委員長高石です。頑張って。スポンサーしごくよ。入学おめでとうございます。みんなで力を合わせて明るく楽しい、キャンパスを作っていきましょう。学生の力はとても大切です。頑張りましょう。それが地元出身で、地元の大学で頑張るって言ってますので、よろしくお願いします。将来薬剤師として頑張るために頑張ります。特に明治大は学生の頃から実際に医療現場に行けるっていうのが特色だと思っているので、そういうのをやっぱ体験してぜひ医療に活躍したいと思っています。自分のやりたいことはどんどんやっていきたい。夢が教育の方に携わる仕事なので、それに向けて勉強していきたいと思います。勉強もと運動も文武両道で頑張っていきたいと思います。高校まで勉強ばっかだったんで、大学生になって運動も勉強もしていきたいなと思っています。まず主体的に学ぶサークルでもはい、楽しみ。私はシラバスで面白そうな授業がたくさんあったので、いろんな自分の興味がある勉強をたくさんしたいです。私はマーケティングを学びたくて経済学部に入ったので、それをちゃんと学ぶのと、あとサークルなどに入って友達を作りたいです。僕は、認知症の研究したいなと思っていて、で研究に力を入れている名古屋市立大学いいなと思って、はい、入学しました。僕は地域医療で有名なこの大学にもう一度志望しました。建築系の方の学科なんで、建築家として働きたいです。的な知識を身につけて社会に出たいです。頑張ります。頑張ります。薬学部頑張ります。イエーイ。頑張って研究します。理学の研究を極めたいです。総合生命理学部で学んだことを生かして理学研究科で研究を頑張りたいです。新入生の皆さん、ご入学誠におめでとうございます。今日から皆さんは明治大の家族の一員です。
我々も、皆さんを、家族と思って、一緒に、楽しんでいきたいと思います。どうか大学生活をエンジョイしてください。